はい、やってきました。お風呂カフェでございます。駐車場はこの裏にありました。裏に停めてきました。すごいおしゃれ。朝10時からオープン。これはなんかもうアウトドアな感じで。すごいね、なんかアウトドア系のね。お風呂カフェ。スノービールでしょ。じゃあ行ってみましょう。これ子供なんか喜んでやっちゃうだろうな。でこれでボルダリングで汗かいてそのまま風呂行ってもいいわけだもんね。ボルダリングは20分500円、50分1000円、雑誌関係もいいってありますね。面白い。ここなんか秘密基地みたいでいいな、これ。ここで漫画とか読んだらね、すごいまったりしちゃうよ、これ。この辺のみんなこうアウトドアって。でこうテントがあったりして、この中入って。ここで仮眠したりとかも。あ、ちゃんとこれシラフじゃない。おー、館内にいながらにしてアウトドア気分を味わえる。これ面白い。これ絶対子供喜ぶよ。子供喜ぶけどね、かえってはしゃぎすぎちゃってやばそうだね。大人がゆっくり楽しむ感じかな。はい、これ宙吊りテントです。これはね、一人用ですよ。お、宙吊りテント。ハンモックのように揺れてるんだけど、しっかりしてるの。ベッドなんだよね。これ面白い。これいくらするんだろう。15万。15万。うん。でもすげえ。これ木の上とかだったら、高いとこだったらすごい面白そうだ。うん。だって木の間にこれ吊るすんでしょ。そうだよね。これ家に欲しいな。家に欲しい。ツリーハウスもありますよ。ツリーハウス店員4名。よいしょ。うわ、これは秘密基地だよ。木の上だよ。あー、隠れ家だね。ここはね、秘密基地みたいになってるね。はい、今こちらでですね、ポップコーン作りの体験をできるということで、ここでスノーピークの会員に登録すると無料でポップコーン作りが体験できるということで、いやいや結構アウトドアでポップコーンってやるんだよね、うん、これ、うん、完全によっ、これ弱火でやらないと、そうです、かなり弱火で焦げちゃうから、はい、これ、それこの中に入るやつ。あ、入ります、多分、じゃあ、うちで使ってるのと同じです。あ、これ、あ、そうですよね。あ、そうそうそう、はい、何にもない時ね、結構塩コショウでも美味しいですね。あ、塩コショウでもいい、うん、今回はピザ風の、ピザ風、ピザ風、あ、バターとケチャップ、うぃうぃピザットまでです、ピザットまでです。さらにここに、さらにここに、このチーズ、パルメザチーズ、チチチチチ、なんかなんか職人っぽいよ、この職人っぽい、職人っぽい、チーズ入りました、チーズ入りました、クレジーソルト、クレソル入ります。またほら職人っぽい、わざとらしく職人っぽい、軽く混ぜて、軽く混ぜて、軽く混ぜて、蓋をして、もうこれもあれだね、ガーっていっちゃって大丈夫ですね、うん、蓋をして、蓋をして、さあ、いかがでしょう。すげえ、うまそう。間違いないでしょう。いただきます。いかがでした。あ、ピザの味だね。これはそうだろう。これ子供も喜ぶね。あ、子供に作ってやったらいいんじゃないの？うん。ポップコーン作り体験でした。木場さんね、iPhone 充電なくなっちゃったんだけどね、フロントで貸してくれる。この初めの番号で貸してくれて、うんうん、なくすと1000円かかっちゃうけど、うん、そのまま最後に返せば OK だって。いろんなところにね、コンセントがある。これで、あ、やった、至りに尽くせるじゃん、ここ。当然のように Wi-Fi も使えます。なんかレモン水だとかね、
コーヒーだとかもねフリーですよ。コーヒー無料だよ。無料だもん、うん、ここ本当に仕事できちゃうね、うんうん、だってこれでフリーで1000いくらでしょ、うん、1380円1380円だっけ。で1日入れるわけでしょ。1日中入れるよね。ご飯も食べるとかあるしね、うん、コーヒー飲み放題だし。コーヒー飲み放題だし、これすごい。 Wi-Fi あるし、これすごい。ガジェットとアウトドア好きにはたまらん、うんうん、俺らじゃない俺らじゃないまさに僕たちの、僕たちのためにあるやつ、ね、よかったでしょう。よかった、ワキちゃんに連れられてけ、本当誘ってくれてありがとうございます。どうやってやるんですか。いや、じゃあこれ食べてお風呂入ろうお風呂入ろうえ、この映画見るのもこの施設の利用料の中に入ってるってことでしょ。これでも無料って書いてある。今2階に上がってきました。仮眠室に来ってるんだ。スノーピークです。ハンモックがある。ハンモックもう風呂上がりにまったりするには最高じゃんこれ。こちらが仮眠室、スリーピングルームって書いてあるんだけど、ここでね中入るとね結構大きなスクリーンがあってね、ゴロ寝しながら映画見れるようになっております。熊谷のお風呂カフェ、映画も見れる。こちらマッサージチェアも普通こういったスーパー銭湯だとお金チャリンと入れるじゃないですか。全部無料ですよ。おーいって10秒にくらいお昼なんだ。これあれだよ、原稿書きとかビデオ編集とかの仕事ここでできるよ。まったりとお風呂入った後に、あ、すごいほのかにオレンジ、ほのかにオレンジ、リンゴ、リンゴの香りがいい。ここで1日暮らせるよね、これ2時間じゃ戦闘コースじゃもったいない。ダメ人間もできそう。お客さんいっぱいいるんで映ってませんけど、漫画がいっぱいあるし、みんなゴロ寝してるんですよ。もうお風呂上がりなんだろうかわかんないですけども、ね、2階はねリラックスルーム、仮眠室もございますし、漫画がね、とにかく漫画がいっぱいありますね。はい、ということでお風呂カフェビバークたっぷり楽しみました5時過ぎに入って、もう秋葉さん先に帰っちゃったんですけども、今もう10時過ぎております。たっぷり5時間のんびりと過ごすことができました。ここはねかなり気に入りましたね。子供たち連れてきても面白いかもしれません。結構ねのんびりゆったり楽しめるし、なんせ異空間ですよね。こんなお風呂今まで入ったことないですね。今までいろんなスーパー銭湯とかお風呂入りましたけども、ちょっとここナンバーワンかもしれません。なんだろう、もうここでねパソコンとかタブレット持ってきて原稿書きとかビデオの編集とか仕事ができるんじゃないかな、そんな感じありますよね。あと子供たちもねボードゲームとかもあるのでね、結構退屈しないで遊べるんじゃないかなという感じですね。ということで、お風呂カフェビバークでした。